皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか ?8 月11日日曜日、BTS のジンは、YouTube チャンネルで2020年オリンピックの聖火ランナーとしての旅の舞台裏のビデオを公開し、ファンに特別なサプライズを送りました。10分間のビデオでは、本名キム・ソジンであるジンが、この名誉ある伝統で国を誇らしげに代表する姿が映し出されています。 公式聖火リレーは7月15日に始まり、ジンの参加はすぐに世間の注目を集めました。ビデオの公開はすぐに大きな注目を集め、特に BTS のファンであるアーミーの間で注目を集めました。彼らはジンへの賞賛と目でソーシャルメディアを溢れさせました。あるファンは、みんながジンがスーパーツナをプレイしている時に応援している様子がとても面白いとコメントしました。 他の多くのファンは、ビデオを見て感動し、誇りに思っているのが目に見えて感情的でした。あるファンは、なんてことだ、これを見てなぜ涙が出ているのだろう、と書きました。ジンには、サポートと感謝の声が次々と寄せられ彼はキャリアのあらゆる重要な瞬間に再びその信じられないほどの魅力と献身を披露した。8月11日、アストロノチャ・ユンウが再び観客を魅了した。 彼は KBO リーグの NC ダイノス戦で LG ツインズの先発投手として3度目の登場を果たした。この登場は2020年のサマーホリックイベントの最終日に行われ、ユンは2017年と2021年にも同様の登場を果たしている。トゥルービューティースターの参加のニュースは数日前に浮上し、ファンの間で興奮を呼び起こした。 この熱狂は彼のパフォーマンス後にインターネットに溢れた数多くの反応に反映されていた。アルファンは、チャ・ユンは LG ツインズのマウントで3度目の素晴らしいパフォーマンスを披露し彼が真の伝説である理由を再び証明した。もう一つの忘れられない瞬間を目撃しようとコメントした。さらに、ソーシャルメディアのユーザーも賞賛の意を表した。アルファンはユンを国民の宝、 真の IT ボーイと呼び、その魅力と実力で観客を魅了した。3度目の登場で彼は韓国で最も愛されるスターの一人としての地位を固めた。ファンからの継続的なサポートは、チャ・ユンウがアイドルや俳優としてだけでなく、多くの人にインスピレーションを与える人物としても大きな魅力を持っていることを示している。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。 どう思いましたかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。